はい、皆さんこんにちは。りなです。だかです。エリティブログです。今日は私の地元のスーパーマーケットに行きたいと思います。ドイツのスーパーマーケットは日本のスーパーマーケットとどんな感じに違うのか、多分いろんな違いがあるかと思うけど、で今ここに来ました。エデカ、レナの地元にある大きめなスーパーですね。早速見ていきたいと思います。はい、入り口の方に花がめっちゃ置いてあるよ。入り口にはやっぱフルーツ野菜置いてるのね。うん、だから結構似たようなものがあるよ。ただこれを見る通りに量が多い。でかいキュウリとか、でかいズッキーニとか、でかい、でかいネギもぶっといじゃん、ね、でかいネギとか。あ、アスパラ。日本のアスパラはこう3本とか4本ずつで売ってるよ。しかもドイツってアスパラ有名だよね。うわ、見てブルーベリーの量、こんな日本じゃありえないくらいめっちゃ売ってるよね。でも安い、4ユーロ。5、600円でこの量だよ。うん、日本だったらこの量で5、600円だよ。ちっちゃいパックで。ここにめちゃめちゃスイーツがあるよ。グミの量半端ないよ。グミの量すごいね。これ全部グミだよ。ドイツ人はグミがそんな好きなの。あ、皆さんの知ってるハリボーがありますね。ここもハリボーだ。で、こっちにもハリボーあるぞ。そうだよ。ありました。これ、動画でも一回紹介しましたけど、日本人は多分食べれない味です。戻しましょう。ここからあっちまで全部ハリボーだよ。いろんな種類のハリボーだよ。すごいね、これがやっぱドイツ本国のハリボーばっかじゃん。で、チョコレートもこっちとこっちとあっちに全部チョコレートがあるよ。すごいね。そうだよ。レナのおすすめのチョコレートは何ですか？ああ、ヨーロッパに来てレタシュポアツも美味しいし、これでいろんな種類があるよ。ミルカ。あ、ミルカも有名だけど、これもね、美味しいよ。こっちにはドイツで有名なキンダ。皆さんにぜひ紹介したいドイツのお菓子があります。それがこちら。日本にもあるよ、ブレッツェル。こういうなんかシンプルな塩とかがついてないやつもあれば、こういうふうに塩ががっつりついてるやつもあれば、日本だとなんかさ、ちっちゃいやつがよく売ってるけど、多分こういう感じで日本だと売ってる。そう、ぜひ見かけたらね、食べてみてください。シンプルだけど美味しいよ。どんどん病みつきになる美味しさ、ね、ブレッツェルのちっちゃいお菓子バージョン。日本は煎茶しか売ってないけど、ここにこうめちゃカラフルでいろんなお茶とか紅茶とかハーブティーとかいろんなものが売ってるよ。いろんな種類がありすぎて決めれないよ。あ、ビールじゃない？あ、そうそうそう、ここはビールだね、こっちは。ベックス。うわ、ここめっちゃいっぱいあるじゃん。バイスビアもあるし。もちろん。白ビール、これとかね。バイスビア。白ビールです。ちょっとフレーバーがね、フルーティーっぽいのが特徴だけど、白ビール。あ、こういう。あ、これあんま日本にないもんね、この瓶のこの蓋の形。これ皆さんどうやって開けるか分かりますか？ポコッと。今開けたら買わなきゃいけないよ。開けたら怒られちゃうけど。ポコッと。ピコッと押すとこれがポンって弾けて。また閉めれるから。1本あたり1ユーロとか。安いよ、そう思うと。1本1ユーロで、このケースで買うと18ユーロとか。ああ、そうです。1本1ユーロってことは130円ぐらいだよ、この瓶1本が。ああ、日本じゃ考えられなくない？そう、缶ビールさ、1缶がだって200円とか250円とかするんだよ。そっかそっか。やっぱりドイツはビール大国ということもあって安いね。ヌテラ。ヌテラ、この量であるってすごいよ。1キロ。ちなみに1キロで4ユーロ。じゃあ安いんだね。400、500円ぐらいですね。400、500円は日本でこれぐらいのヌテラが買えるよ、ね。まあ、これは相当なカルチャーショックだね。こんなでかいヌテラ買えるのね。で、ジャムの種類も半端ないよ。あ、小さいヌテラもあったよ。ちっちゃくないよ、これでしょ。これ十分でかいよ。いくらだろう。だから3ユーロからでかいやつを買った方がいい、ね。逆に魚類が少ないよ、こっちしかないよ、これ。あー、魚介類。あ、そうそうそう。まあ、ドイツ海に面してないもんね、ほとんど。だからサーモンとかはね、あるよね。そうそう。これで4ユーロぐらい。いや、高い。こっち7ユーロ。魚系のものは高いよ。魚は高いんだ、逆に。そうそう。ここにレトルト系のものがあったよ。これ、ご飯が入ってて、もう全部入ってて、これレンジでチン。で、出来上がる。なんか日本の冷凍チャーハンみたいな感じ。あ、でも美味しそうじゃん、なんかいっぱい種類あるし。そう。
これちょっと辛そうだ、でも全部 2.6 ユーロとか。でこっちに全部缶詰のものでスープ系のものとか。あ、これも楽だね。そうそうそう、日本のものを見つけたよ。カップヌードルが出してる。あ、日清の出してるのかな。うん、そう。日本では見たことないね、これ。ああ、そうだね。海外でしか売ってないのかな。ああ、ちなみにカレー味、こっちはね、照り焼き味で、しかも安い、 1.7 ユーロだから安い。あ、これ辛そう。安くはないでしょ。普通に下にカップラーメンもあるよ。ああ、そうだね、日清だ。全くあの日本のカップラーメンの海外向けの。ホットチリとかソイソース、こっちは安い、1ユーロだもん。ああ、安いよ。まあ安いと言っても、ちなみにここが一番日本とドイツの違いだと思うよ。そうだね、本当にフレッシュで選んでこう積んでそのままで買って家で作る。お肉コーナーと、あとは向こうの方にチーズコーナーもあるんだけど、だからこっちにその、あの焼かなきゃいけないお肉、うん、であっちはあのソーセージ、あ、その丸いやつじゃなくてこういうスライスされたあのパンにのせるやつ、うん、これ私の幸せ。チーズのボリュームやばいよ。でしょ、種類が相当半端じゃない。そうでしょ、見てこれ、こんなんだよ。しかも全部安いね、だいたい1ユーロとか2ユーロとか。でもなんかもうこういうのとかさ、トムとジェリーのさ漫画で出てくるレベルじゃん。あのチーズっていう感じの形の。あ、そうそう、じゃあ、ま、丸ねごとでね、もうこういうのとか誰も買わない。漫画じゃん、こう穴が開いてて。ああ、そうだね。ドイツだとあの白ソーセージもあれば、普通のウィンナーもあれば、サラミとかブラックソーセージとか。ドイツにソーセージがいっぱいあるのが、朝に毎日ソーセージの何かを食べるから、パンに乗せてハムとか、そういう文化。これ全部ヨーグルトです。そうだよ、これめっちゃ懐かしいよ。で、これはこっちにこうクランチが入ってて、こっちがヨーグルト。 あれめっちゃ美味しいよ。カリカリしたヨーグルトで、いろんな種類がある。オープンのチーズがあっちにあるけど、ここにはまたこう普通にプラスチックにラップしたやつもあるよ。これフレッシュなチーズじゃないってことだね。そうそうそう。でもこのボリュームで 2.4 ユーロ300円ちょっと。安いと思ってる？いや、意外高いなと思ってる。そうでしょ、全部チーズだよ、これ全部。すごいね、じゃあ全部チーズってこと。こっちここに卵があるけど、ドイツと日本の卵は全然違う。お、見てカラフル卵売ってる。イースターの卵 1.8 ユーロとかで。あ、イースターだから売ってるんだ。そう、ちなみにドイツだと誰も卵を生で食べない。ああ、それ聞いたことある、レナから知らなかったけど病気になる。でもダメなんだって、殺菌とかしてないから。ドイツの卵を生で食べるとダメなんだって。より危ない。日本人は普通に生卵、卵かけご飯で食べるけど。そうだね、それが食べれない。食べれない。ここにありますよ、カリーブアスト。でもこれは一番悪いカリーブアストだよ。カレーソーセージ、これが一番悪いカレーブアスト。ちなみにね、俺ドイツにいる間に食べたことがあるんだけど、うん、普通にビールと美味しく食べれます。全然食べれる味。 2.1 ユーロ、2ユーロ、200、300円ぐらいで。これはやめましょう。レンジでチンでカリーブアスト食べれます。これはやめましょう。ドイツに来れば。ノーノー、やめましょう。この辺はジュースコーナーですね。まああんま日本と変わんないかな。なんかそんなに変わんないね。なんか極端にでかいやつとかもないし。あ、でもなんかオレンジジュースの種類とかはドイツめっちゃ多い。アップルジュースの種類とか。それだけじゃなくて、その定番的なジュース以外にもいろんなものがあるよ。うわ、ここ洗剤か。洗剤も一緒だね。ほとんどあんま変わんない。なんか、まあ、でもこういうボトルとかでかいよね。ちょっとなんかちょっと大雑把な感じがする。でかいのも、これとかもめっちゃでかいじゃん。12ユーロで何かわかんないけど、洗濯剤。ああ超でかい。皆さん来てください、ピクルス祭りでございます。ああ、そっかね。すごいよ。そうだね、ドイツのピクルス。まあ普通にキュウリのピクルスもあればなんかね、アスパラのピクルスもあって。ちなみにこれでかくない？見て。まあね、やばいでしょ。顔の近づいて。そう、俺の顔相当でかいから一緒ぐらい。やばいよこれ。ちなみにこれで 2.7 ユーロだからね。めっちゃ安いね。300円ちょっとだよ。シュパーゲル、アスパラって意味なんだけど。あ、でもね、これ前俺食べさせてもらったけど美味しかったよ、普通に。でホワイトアスパラのやつもあれば、普通のグリーンアスパラもある。で2ユーロとかで売ってるから。
超安い。欲しい。あ、見てこれでかいやつもあるじゃん。ああ。なんかあんまでかいとちょっとこれやめよう。3.3 ユーロ。っていう感じで缶詰系はねやばいっす。まあね。種類がめっちゃ多い。ちなみに見てください。見て。あ、ニベア。ニベアのハンドクリームとかそのボディクリームのサイズやばくない？こんなでかいの売ってんだよ。でしかもこれでさ、4ユーロとかだから。日本で売ってるとさ、こんなちっちゃいじゃん。まあね。でニーベアって皆さん知らないかもしれないけどドイツブランドで、ド、まあ、本国来るとこんなでかいので。でも誰が使うの？確かにこんなのいつ使うんだろうね。コートって。そう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 。こうやって全部いるじゃない？そうそうそう。体大きいからねドイツ人こうやって。ああもっといる？そうそうそう。いや違う。そういうこと。ちなみにこれがドイツのだから海外のキャッシャーですね。日本にはあんまないよねこのシステム。ベルトコンベヤーでこう流れていって。なんか最後にめっちゃ買うやん。食べ比べだよ。チョコレート食べ比べだよ。キンダーとキンダーとキンダーとヌテラ。なんかこれ見ると海外来たなって思うもん。そうなの？この仕組み見ると。はい、ということで買い物は終わりました。皆さんどうでしたか？日本のスーパーと海外のスーパー全然違いましたか？イメージとどうでしたか？なかなか海外のスーパーマーケットを見る機会ないと思うのでいい機会だったのではないでしょうか。全然違うよね。全然違う、まあ、でかいし一個一個がでかい。さっき買ったやつ食べますか？食べますか？食べたい。じゃあ金だ食べようか。はい、ということでこれを食べよう。美味しそうね。腹減った。懐かしい。懐かしいんだ。全部懐かしい。こういうあのコーンフレークみたいなのが入っててミルククリームにチョコレート。あ、美味しそう。あ、本当だ、中にミルクチョコレートだ。これ全部食べていいって誰も言ってない。うん、うん、食感が美味しい。ミルクチョコレートも美味しいんだけど。これも食べる？それも金だ。これも金だが作ってる。へえ。なんかプラリネみたいな。デュプロ、デュプリオ、デュプロ、こんな感じで。うん、ワッフルが入ってる。あ、そうなんだ。ちょうだい。全部食べようとしてるね。全部食べようとしてるね。全部食べたいね。うん。うん。美味しい。うん。チョコとワッフルで相性が抜群で、うん。とても美味しいです。やっぱ金田はチョコレートがうまいわ。ぜひ皆さん、近くのスーパーに金田売ってるところあるかな？見かけたらぜひ食べてみてください。高いけどね。ということで、今日の動画はこの辺で終わりにしましょうか。楽しかったなら、いいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。